はい、こんばんは、山城と申します。今回はね、部屋で撮ってますけど、今回はですね、前回、先に多分、なんか交通安全運転についてのね、ちょっと動画とか上げてると思うんですけど、それのところで触れてました、リスクホメオスタス理論というやつですね。これについて、お話をしておこうと思います。まあ、これだけ知っといても、交通とか運転とかしない人でもね、これはね、知っといてね、全然損はないと、思いますんで、ご紹介をしておこうということですね。ざっくりとまとめようと思うんですけど、リスクホメオスタス理論という言葉があります。これどうもマイナー見たり、ウィキペディア見てもね、あんま載ってなかったんで、記事がちょっと見当たらなかった。もしかしたらあったらごめんなさい。なんですけど、まあ、ざっとね、Google とかいろいろ検索しとっても出てこなかったんで、ないのかなというところで、まあ、ちょっとね、せっかくなんで、YouTube ではね、なんか、上げていらっしゃる方もおりますので、まあ、それも見てもらってもいいと思うんですけど、まあ、ここではね、簡単に、ちょっとざっくばらんに、ちょっと語弊あるかもしれませんが、私が話すんでね、説明しとこうかなと思います。リスクホメオスタス理論という言葉があります。これ何なのかなっていうとですね、まあ簡単に言うとですね、人は、安全な状況に置かれると、リスキーな方向に、舵を取るっていう話なんですよね。これですね、ちなみに提唱されたのが1982年、カナダでですね、提唱されたということなんですね。ジェラルド・ワイルド。例えば、一般の車がありますと。ね。車がずっとありました。まあ、当時の話なんで、今では当たり前に言いますけど、ABS があるなしっていう話にしますね。ABS ってアンチロックブレーキングシステムですね。いわゆる、ブレーキを踏んでもらうロックしないような機能。ですから、安全に飛ばれますよっていうね、機能をつけましたと。じゃあ、当時はまだこれが、ね、普及してなかったんで、じゃあ ABS がある車とない車とに、分けましたと、それぞれをですね、10台、まあ、例えば10台10台分けますと、じゃあ、ABS のありなしでね、なしと。で、じゃあそうすれば、じゃあ ABS のある車の方が絶対に事故が減るのかって言ったらそうじゃなくて、実は ABS ある車の方が、事故が増えた。どうしてかっていうと、ABS がある車の方に乗った人の方が安全な車だということで、平均スピード上がったんですね。それで、ABS のある車の方が結果的にですよ、事故率が上がるというような結果が出たとか、そういうような話があります。これはこのワイルド氏が提唱した後にいろいろと実験をした時に出てきたやつなんですけど、要は、より、人は安全な環境になればなるほど、危険な行動を、取る方向、いやリスクを、ホメオスタシスっていうことで、よくホモナライズって言いますよね。あれと同じような感じの意味合いなんですけど、要は、リスクとその、リターンのところを合わせようとするというんですかね。例えば、そういうふうに安全な方向になれば、その分スピードを出して、時間でね、いわゆる、時間短縮とかっていうところの方に、人は行く。これは意識的にしろ、無意識的にしろってことなんですよ。っていうような、話です。ちなみに、これについてね、書いてあるのでね、私が一応これを知った、この理論を知った理由に、あれにもなってるんですけど、参考文献としてですね、例えばこんな感じでね、こういうね、これは、羽賀茂さんという方がですね、事故がなくならない理由っていうですね、本を書いていらっしゃいます。私もこれ読んでおるんですけど、これ Kindle 版ですけどね、まだリンク貼っておきますんで、よかったらこれ PHP 新書さんですね。PHP 新書さんで、出てるやつです。交通事故以外にもいろんな、事故に関する、どうして事故が起こるのか、その事故が起こるリスクというのはどういうことなのか、について書いてあります。そこで、リスクホメオスタス理論っていうのにも、結構詳しく書いてあるんです。で、いろんなデータ、それに関する、データですね。例えば先ほど言った ABS の実験、これドイツの実験だったかなとか、他にもアメリカの方で、教習とかをやって、どういう風に変わるかとかっていうので、やっていくとですね、まあ、ちょっと詳細はぜひ本を読んでいただきたいんですが、まあ、簡単に言うと、より安全な方向にですね、技術とかね、そういうのを持っていけば持っていくほど、人は安心をすると。ね。
安全にすれば安全にするほど、よく言いますよ、安全、安心安全なね、職場づくりとか、安心安全なね、街づくりとかって言うんですけど、実は、より安全安全って言って、安全を上げて、安全をすると、当然安心させ、ね、特に日本なんて安心させるために安全を作るじゃないですか。ね、で、ところがこの安心というものが、実は一番安全を脅すっていうですね、安心が、安全を下げる。これは技術的なものをどんどん上げても、人間というものがこれを扱う限り、それによって生まれる安心がですね、まあこれが慢心にもつながってくるんでしょうけど、感じが。っていうかね、まあ ほぼニアリーイコールなんですよね、これが。ニアリーイコールで慢心になるということで、これがですね、結局事故を上げる。だからそんなに、安全なね、車作りとかをしておっても、結局それを扱う、人が、それで安心してしまうと、実は事故って結局減らなくて増えちゃうんだよ。っていうお話でございました。まあ、これに関してはですね、サイトの方でもですね、愛機器、調べとったなんか、愛知県運転管理協議会さんとかがね、こういうふうな記事上げてます。それの方でもね、ざっくりバランと、リスクホメオスタス理論についてはね、書いてあります。安全とそのリスクをどうやって問い合わせるかというところで、こういう行動になりますよということなんですね。で、これね、押さえときたいのはですね、やはりですね、まあ、こういった、のは、これはもう科学的に実証されてます。いろんな、アメリカとかスウェーデンとか、ドイツとアメリカとスウェーデンが載ってましたかね、本の方には。とかで、やった実験とかのデータとかが載ってます。ぜひね、それを見てもらったらね、ああ、こういう理論なんだなっていうのが、より詳しくわかると思うんですが、で、これも理論的に立証されとることですよということで、で、これで大事なのは、私が大事だと思うのはここなんですよね。安全は安心、ノットイコールなんです、これ。で、よく、日本ではね、大体どの政治家さんも、安心、安全な街づくりを、安心、安全な国づくりをって言うんですけど、特に、その中で日本の場合は安心がね、優先されてしまうんですよね。で、もう例えばこれ、ね、よくですから、ね、英語とかではよく be careful, be safety って言いますね、be careful。careful。すみません。ケアは、不安ですか？こっちじゃないや。安全はセーフティーですね。be safety。確かに、be safety っていう、とは言いますよね。be careful とも言いますね。これ、安心してねってじゃないですよね。be careful は気をつけてねなんですよね。be safety と be careful は一緒なんですよ。でも、be careful じゃないですね。安心ってなんて言うんですよね。マインドが心配で、don't mind とか？すいません、英語詳しくないね。ドントマインドとかになるんですよね。だって、ドントマインドと be careful は全然違うじゃないですか。でも、ってことは、安心と安全っていうのは、日本では同じものである、安全な、安心できる街を作るために安全にするんだって言ってるんですけど、実は安全な、街を作ろうと思うときに一番邪魔になるというか、結局それでみんなが安心をすると、ね。結局安全にならねえよっていう話で、これはですね、ぜひですね、これはまあ私もね、そういうふうに思いますもんで、よかったらこういうようなね、意見もありますという、お話でございました。よかったらぜひ参考にしてください。で、ということで、とりあえずね、以上で終めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。